今日ビッグニュースに飛び込んできましたけどね、もうこれを触れないわけにいかないでしょう、やっぱり我らがバナナマンのネタを、来ましたね、これは初写真、いやどうだろうね、そんなことないかな、あったかな前、あんまイメージないね、あんま彼女と撮られたってイメージはないね、ないよね、まあ、何が撮られたかと言いますと、あのバナナマンの日村さんがね、ついにフライデー明日発売のねやつで、撮られるんですよ、それもそこら辺の女と西麻布で飲んでたとかそういうのが撮られたんじゃなくて、ちゃんとね仰天の反同性みたいなね、これ反同性って何でしょうか、彼女だよね、これが合ってたらね、反同性って言ったらまあ彼女だね、なんだろうね、誰かと言いますと、元 NHK の神田愛香アナ、ね、現在は、フリーのねアナウンサーですけど、はい、すごいよ、ね、あんま知らないあったんだよなこの人、でもこの 写真見てこのね俺私服、神田愛香ちゃんの、これいいなと思うんだよねこういう子、なんかこういう子そそるよね、いいよね、いいですよこの感じ、女子アナしかも、ね、ちょっと女子アナ行くってすごいね日村さん、しかも NHK だよ元ね、チャラい女子アナじゃないからね、確かにしっかりした女子アナだよね、そうだよ NHK ですから、でフリーになってどこで知り合ったんだろう、まずそれは分かんないけど、ただすごいね日村さんと付き合うってね、なかなか日村さんはそれはさあ日村さん好きだよっていう女の人はいっぱいいると思うよ、だけどそのいわゆるキャラクターとしてのね、そう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 、日村さんのこと好きでなかなか付き合うっていう思わないよね、実際目の前にいたら気持ち悪いもんねちょっとね、やっぱちょっとそういうのはやばいよね、距離を縮めるとやばいじゃない日村さんって、実際はね、実際のところは実際はやっぱキモンスターですから、そうそうそう、なんつったって、でもやっぱあれだね、ちゃんとその男として見てくれるんだね、いい人だね、いやいい子だと思うよ神田さん、日村さん選ぶってもうすごいで、すごいでしょ、とにかく好感度も上がるし、これはそうね、しかも日村さんって結構まあ親分肌というか、はい、結構家とかだと多分亭主関白だと思うんだよね、どうだろうね、亭主関白かな、そうでしょ、だって二の線だから、まあね、でもすごい甘えるって話も聞いたよ、二人っきりの時はもう赤ちゃんみたいな子供見たくなるって言ってすごい気持ち悪いじゃん日村さんが赤ちゃんみたいな、すごい甘えるらしい話も聞いたことあるんだけど、いやでも男っぽい人だよ結構日村さんって、実はね、だからそういうちょっとあれじゃない、イチャイチャするときは甘えるけど普通にこう生活してるときは結構、ちょっとそれ取ってとか、ね、醤油持ってきて醤油、日村さんそれ言われたら付き合わないでしょ、だってそしたら、いやそんなの分かった上ででしょ、分かった上で、この人こうやっておどけてるけど意外と男っぽい人なんだなとか、はい、そういうので好きになったかもしれないよ、なるほどね、まあ結構でも長い間友達でいたんだろうなと思うな日村さんの場合だと、やっぱすぐ付き合えないでしょこの人の場合は、良さをね分かったから、まあ時間かかる、結構長くデートしていかないと多分無理だと思うんだよな、じゃあ知り合ったのは結構前からのかな、去年とかじゃないの、まあ、これ日村さんびっくりだね、びっくり、明日話してくれんのかな、ね、話すのかね、俺がこの間見たさ、俺あのほらケンコバさん、とダブで、あ普通のデート、見た時をケンコバさんと思ったんだけどね、あ彼氏ね、そう付き合ってると思ってたんでしょ、もう日村さんとすごい仲良くやってたから、同じような格好してさ、で体型も似てるからなんか本当そういうカップルっぽいじゃん、なんか確かにな、ケンコバさんかわいそうだな、これはかわいそうだよ、ちゃんとケンコバさんにも言ったのかな、こういうのできたとかね、えちゃんとそれはねけじめつけてもらわないとかわいそうだよね、三角関係だもんね、幸せそうだったんだよなケンコバさんあだって旅行もいつも一緒にしてたじゃん、お正月とか夏休みとか、そうだよケンコバさんと日村さんって、そうだ、でもきっと彼女ができちゃったらもうそういうわけにはいかないよ、いかないか、彼女
あだって彼女も置いていかないでしょ、まあ、相手が忙しい人だから休みが合うか合わないかでね、そうね、ちょっと分かんないけど、ただ休みは普通は彼女と合わせるよね。でこれからまた男同士でそういうことをするのもさ、うん、やっぱ女性って急に付き合ったりとかするとさ、うん、急にそれにうるさくなるから ね、 なるね、今まで何も言わなかったことがさ、そう厳しくなって多分遊べなくなっていく可能性もあるよ。なんせ NHK だから ね、 元NHK の女子アナはもうそんなの厳しいでしょう。まあでもそれが無理だからやめたのかな、フリーになったのかな、まあね、本当若いもんね結構。あ、若くないのか、30いくつでしょ。あ、そんな言ってんのもう、うん、34って書いてあったかな、だからちょうどいいよね、日村さんが42、3だから、うん、まあまあ10歳、10歳、うん、さぐらい、10歳さぐらい、10歳ね、9歳、うんうん、なるほど、ちょうどいいか、それは、うん、いいんじゃない。まあ日村さんはそういう相手がちゃんとしてる人の方が絶対いいからね、なんせだらしないんだからさ、うん、お金もダメだし、もう全部使っちゃうし、うね、歯もボロボロだったし、ね、だったし、うん、部屋は片せないし、うん、だから、まあ、女子アナってなんかイメージだけどちゃんとしてそうだからさ、そうね、そういう人がいいんじゃない。まあまあ本当良かったですよ、これは日村さんにも声ができて、まあついにですよ、ついにですね、うん、これはね、うん。